クラウディーデューダのボイラクスタートということで、こんにちは、クラウディーデューダのフータです。よろしくお願いいたします。さあ、ボイレク、お久しぶりです。お久しぶりというか、まあ1週間連続投稿という形で、7日間出させていただきましたけども、僕の1日計算違いでですね、僕8日間出そうと思ってましたね。少し損するところでしたね。損って言い方は良くないかもしれないですけども、ちゅうことなんですけども、やれましたね。良かったです。ネクサスとの過去とね、いろいろ話をさせていただきましてですね、皆さんからいろいろなんか質問とかなんかいろいろくださいって言ったもののね、勝手に僕考えてしまってやってしまいましたけども、皆さんからなんかいただいたものはまた後々やりたいなと思っております。本日はですね、まあ遅ればせながらなんですが、今日月曜日になるんですが、まああのネクサスラストライブについてっていうことと、皆さん聞いてくれましたか？昨日ですね、我々待望の新曲ミュージックビデオスティル発表させていただきました。はい、こちらのですね、見どころなど今日話していけたらななんて思ってますんでね、皆様と一緒にまた今日1時間か30分か分かりませんが、いや今日は30分で抑えたい。もうね、もう本当に言うならば、もうマジで15分ぐらいにピタッと抑えれるようになりたいわけですよ。僕もなかなかね、難しい話なんですけども、まあですけどもね、今日は30日のライブの話とね、ミュージックビデオに関してお話できたらと思ってますんでね、もう皆さんと一緒に楽しい時、今日ね鼻詰まってたまんないわけね。もうなんか花粉が来てるのか分かりませんけど、すごく鼻が詰まっておりますね。もう12月になってしまいましたんで、はい、もうやだな、シワスってやつですね。シワスってやだなって思います。まあまあ、そんな話はさておきです。今日もね、あのいろいろ話できたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。クラウディーデューダのボイレク。あれやね、多分そうやね、エンディングのところも最初から決めとったらええねんな。でこれこの間もやったんですよ。それじゃあかんかってん。決めときゃいいやんって今ふと思ったけど、いやあかんかったんよね。決めちゃダメなんよ。ちゃんと台本作ろう。いや、ダメだね。ちゅうことで、クラウディーエンプティーフータのボイレク、このチャンネルは、ボクチン、フータの特徴そのものである声をフューチャーしたレクレーションであります。様々なシーンでの声を駆使し、自由気ままに発信していくチャンネルとして、歌ったりラジオをしたり、時には朗読をしたりなどなど、様々に声を使ってレクレーションをしていくということから、ボイスレクレーション、略してボイレク、今日もスタートよろしくということでございまして、はい、11月30日まずはご来場していただけた皆様、どうもありがとうございました。はい、もう本当にこれね、まあ、ネクサスがラストライブということで、たくさんの人に来ていただけました。で、発表も1ヶ月前だったのにもかかわらず、あれだけのお客さんが来ていただけたっていうのは本当に嬉しい話でございます。で、なんかすごいね、ラストライブっていう形だったんですけども、すごい新鮮なね、感じがしました。ね、本来あれだったんですけど、普通ね、ラストライブっていうと、結構寂しさがあったりとかあるんですけど、まあ個人的に寂しさっていうのはステージ立ってる時になく、なんか新鮮さの方が大きくて、それはなんでかなって考えたら、やっぱり彼とライブをするのが半年ぶりだったんですね。3月からしてなくって、3月からしてないまま半年が経って、半年ぶりに彼が横の左手におるとね、僕の左側におるということなんですけども、もう当たる当たるステージ上で当たる当たるほんまに。なんかなかなかね、左側におった人たちもそこまでね、動かない人たちだったんですけど、彼結構動きますんでね、僕と当たる当たる。ほんで僕結構下手側に行くよりもやっぱ上手側に行っちゃうんですよ、僕癖でね。
で癖で上手側に行ってしまうんで、そうネクサスと当たるんです。だから当たるなぁ思って、めっちゃ当たるやんけと思いながらね、すごいなんか圧迫感が感じられましたけども、これももうこれで最後かと。いやね、なんか感慨深いものはありましたけども、もう本当にね、頭からちょっと早い時間やったんですけどね、早い時間から結構お客さん入ってくれまして、ありがたいことにね、パラレルフランクトップバッターで、なんせなんせなんせ、その日のイベントはですね、まああまりこんなことないんじゃないかなと思うんですけど、同じ曲から始まって同じ曲で終わるっていうね、すごいなんか変な空気のイベントになりましたね。なんかもうしれっとね、パラレルフランクが1曲目から僕たちのアライブをやってくださってね、やってたんですけど、あれほんまに知らんかったらね、ほんまにパラフラの曲ちゃうんかって思うぐらいね、ぬるっとやってくれましたね。はい、いやでもね、そのびっくりしたのが、やっぱちゃんとみんなイエー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 のとこね、みんなちゃんとやるんですね、お客さんね。あ、理解してる人が多くてよかったなって思いました。なんかすごい自分たちの曲を誰かが歌ってるのっていうのを見るのはすごい新鮮でね、面白かったですね。なんか良かったですすごく良かったなと思いますね、僕は。うん、だからあの時、そう、僕もちゃんとね、ステージをちゃんと、僕たちの関係者席というか、関係者が見れるところがあるんですけどね、あの後ろの方にね、そのフロアの後ろの方にいてたんですけど、僕もで、その光景眺めながらパーって見てたんですけどね、 KT を歌詞間違えてましたねKT 歌詞間違えてましたね。はい、あの KT 歌詞間違えた分ね、あのちゃんとメモってるんでね、その分罰金1000円であのしっかり請求させてもらおうと思ってますんでね、どうぞよろしくお願いしますよ。ほんで、まあまあまあ、パラレルフランクから始まった中でですね、まあ、僕的にもあのすごくね、初の試みっていうものをこのイベントでさせてもらいました。それはなぜやと言いますとですね、パラレルフランクのステージに、まあ僕も立たせてすんません、本当になんかすんどるなあ不法侵入あかんで、出てきや、空き巣あかんよオッケー、よし出てった。パラレルフランクのステージに立つことがあったんですよ。これね、もう僕自分たちのステージよりも緊張しまくってですね、というのも、まあ今日その日は僕2つ違うバンドで立たせていただくというね、なんかすごいめちゃめちゃ緊張したんですけど、まずパラフラとね、でミスターエッグプラントね、この2ステージあったんですよ。で、ね、自分たちのね、ライブもっていうところなんですけど、自分たちのライブよりもはるかに緊張しますね、やっぱ人のステージにお邪魔させていただくっていうのは。僕は本当になんかもうドキドキが止まらずですね、もうどうしようもなかったですね。もうパラレルフランクに関しては結構直近で決まりましたから、スターチスやりますかみたいな、なんかやるやらんみたいな話はチラッとしてたんですけど、ほんまにやんの、どうすんのみたいな感じだったんですけど、ね、で結局やることになりまして、でスターチスめちゃめちゃ好きなんですよね、僕。でスターチスね、これスターチス俺歌いたいわってずっと言ってたんですよ多分。でそれでね、今回のこのイベントでさせていただけるという形になったんですけども、もう心臓バクバクすぎてね、もうなんかもう出てってもどうすりゃいいんやろみたいなね、感覚になったんですけど、あの2番からね入ってったんですけど、めちゃめちゃ緊張したよ。全然覚えてないもん今俺。うん、あの時のステージのこと語ろうかなって思うんやけど全然覚えてなくて、であの写真を見返して、であの上手側のひろきの前にあるマイクをねパッともらって歌うんですけどね、なんかすごい違和感を感じるんですよね。
もっと真ん中に行きたいなって思ってたんですけど、なんか真ん中に行けねえなって思っとったんですよ。でもっと KT の方に寄りたいなって思ってたんですけど、全然 KT の方に寄れなかったんですよ。でこれ後々写真見返したんですよ。まあ、そうしたらですね、あの僕マイク有線なんですけど、もうマイクのこの線がね、もうピンピンに張っててこれ以上いけへんっていうところになってまして、で写真で見たら全部ピンピン、全部ピンピンで、もうなんかすごいずっと僕はもうここにおらないといけない状態になってるんで、なんかカラオケ大会みたいになってしまってるっていうね。でも全然 KT の方に行かれへんから、もうずっともう KT の方向きながら、これダメだこれはと思いながらねやってたんですけど、やっぱ人の曲をこうねしっかり歌わせてもらうというのは気持ちいいもんですね。すごい気持ちよかったです。いやね、もうすごい貴重な体験でしたよ。またやりたいな、普通にスターチス、スターチスもう一回やりたいから、またどっかの機会でスターチスやろうぜ、お願いします。あの曲大好きです俺は。いやー、ほんでね、ミスターエッグプラントですよ。ミスターエッグプラントに関してはね、本当にもう昔から僕はずっと好きなバンドでね、もう5、6年ぐらい前からの付き合いでございますけど、まあその頃からね、やっぱりミスターエッグプラントすごいやっぱり好きやったんですよね。まあ、先輩でやってましたがね、メップはずっともうなんていうのな、わあ、なんかこの人たちとこう同等の立場で降りて、まあ同等の立場でステージに立ちてって思ってたんですよね。もうそんな中でね、今回こう出ていただくということになって、あのギターの真央ちゃん、真央人くんからね、僕セイバーって曲が大好きだったんで、セイバー一緒にやるって言われたんですよ。いいんすかマジで、それマジでいいんすか、いやちょっと待ってくださいよと、いいんすかってなりましてね、いやいいやろうやろうっつってね、これもうほんまに決まったぐらいに言ってもらってね、マジかと、もうずっとそうやって願ってたことがね、いやそんな俺がこうずっと好きやったバンドの好きな曲でコラボさせてもらえるんすか、アリガンスって思えてね、思いながらね、これあのアリガンスさん、リュウさんのね持ちネタなんですか、あれはあれなんでしょうけどね、そのね、もうセイバーをずっとね、もうセイバーはずっともう最初から決まってたんで、もうずっともうそっから練習してましてですね、まあステージ立たせてもらいましたけども、いややっぱね、これは本当にね、これはこれで緊張しますね、本当に。あの、2ステージ、またなんかおるな。ダメだ。Alright。ね、このパラフラが終わりまして、次はミスターエッグプラントね、僕らの撮り前、ね、やってもらったけど、もう、すごいよ、本当に、もう。でね、またこのミスターエッグプラントのお客さんもいてるわけですよ。ね。落ちれねえなーとか思ってね、でもね、ステージに立ったら立ったでめちゃめちゃ面白かったです。やっぱりやっぱこう見える景色が全然違うと言いますか、本当にね、なんかよかった、歌ってよかったなーって思いながらね、なんかすごい感慨深いものがこう、まあそれはね、まあそのやっぱりこれはネクサスがありきでね、ネクサスがおる中でのこのね、7年間の中でもう出会ってきたそのなんか人たちがこうギュッと濃縮された日やったんで、もうそれこそミスターエッグプラントとはもう一緒にツアーも回らせてもらったりとかね、4年前にしてますし、で、まあ、出会った当初からね、でもやりだした当初ぐらいからもう知ってるバンドもちらほら、そのから関係ある人たちがちらほらずっといててっていうのがねあったんで、その人とやっぱ一緒のステージ立ってこうやって今歌ってるっていうの感慨深くて、もうなんかすごい込み上げてくるものも少しありながら歌わせてもらってね、いや本当にいい一日を過ごせれたなって思って、なんかすごいいいストーリーがすごい頭からケツまでちゃんとあったっていうのがね、
11月30、本当に良かった。やって良かったなって本当に思いましたね。まあだから、これはやっぱネクサス、なんやかんや言うても愛されてるんだなと、僕は本当に思いましたね。だから本当に良かった。やれて良かったねっていう。だから本当になんかすごいね、まあ僕的にも、なんていうか、そう、寂しさを残したくなかったんで、寂しさを残したくなかったので、まああの、まあ我々は終わらないよっていうところを前面に押し出させていただいたんですけども、まあ、本当に、まあこれからね、僕らは僕ら、ネクサスはネクサス、ね、二方向に、違う方向にまた進んでいきますけども、まあ、これからも、ね、別に、仲が悪くなったわけではないので、ね、何かがあれば、ね、一緒に、何か手助けできることがね、お互いにあるんであれば、ね、これからもなんかやっていけたらなっては思いましたね。本当に、思いました。はい。まあ、なんせ本当にみんなよう来てくれた。ただそれだけです。本当にありがとうございました。ね、それがネクサスの、なんか、やっぱり心に込み上げるものがあったと思います。ネクサス喋ってましたね、MC も。ちゃんとね。MC ちゃんと喋ってたね、ネクサスは。いやー、やれるやん。なあ、やれるやん、と思って。ねえ、ちゃんとしれっと行きましたけどね、もう曲に、僕にバトンタッチせずに。そう、もう僕にバトンタッチすると、あっこからまた長なるんでね。あれでよかった、あれでよかったんですよ。いやー、ほんとにね、だから11月30はね、なんか、タイムスリップしたような気分になれた一日でした。はい、打ち上げも込みで。ほんとに気持ちのいい、楽しい一日でしたね。ほんとに来てもらってありがとうございます。またおいでな、ちゃんとな、クラウドエンプティ。ネクサスがおらんからもう見に行かないとか言わないで。ね。ね、我々3人のクラウドエンプティもどうぞよろしくお願いします。はい。まあ、それぐらいかな、11月30は。ね、本当に楽しいイベントになりましたね。よかった。本当によかった。なんか、どうなるんやろうなって若干思ったこともありましたよ。11月30。お客さんちゃんと来てくれるかなとか。でちょっと思いましたけど、さすがです。来てくれました。どうもありがとうございます。本当にね。はい。次は12月16日、大阪はね。で、12月11日がディスベリーデー、東京のね、サーキットイベントなんでね。はい。次またライブ。その日見て、ね、良かったと思ってくれた人。でもしそれで今日聞いてくれてる人は、ぜひ来てください。はい、本当に。ちゅうことで、次のお題なんですけど、スティル、聞きました?皆さん。聞いた?スティルは。まだ聞けてない。ナンセンス!ちゃんと聞いてもらわないと困るな。え?めちゃめちゃええぞ。めちゃめちゃにええぞ。あれは。もう自分で言うのもなんだけど、めちゃめちゃええ作品できてたぞ。音源もそう。映像もそう。もうすべてが素敵やんっていうね、ところでしたけど。どう?みんなちゃんと見てくれた?ねえ、見てくれた人もいるでしょう。けども、見てくれてない人のために見どころ、そして見た人のためにももう一度見どころっていうところでね、いろいろお話をさせていただきたいんですけども、まあ、まずスティルっていう曲をですね、なんか皆さん、おや?聞いたことあんなってちょっと思われた方もいるかもしれないですが、なんかこの曲聞いたことあるけどちょっと違うかもって思った方もいると思いますが、そうです、何を隠そう、この曲はですね、はい、ワンマンライブの時に新曲として披露させていただいた曲でございます。次の曲は新曲のって言って始まった曲があったと思いますけど、あれがですねグレードアップして曲となりました。はい、スティル12月のね4日に公開させていただきましたけども、作品はですね、
そう、まあいろいろ紆余曲折がありましたけども、やっと出せることができましたね。本当に嬉しい話でございます。まずね、映像に関して、映像に関してなんですけどもね、やっぱり今回のミュージックビデオなんで、やっぱ映像に関してお話をさせていただこうかなと思うんですが、はい、まず今回はですね、俳優お二人を起用させていただきましたね、さやべびちゃんと岡山くん。はい、本当にね、あの二人ね、めちゃめちゃいい仕事してくれましたね。本当にありがとうございます、マジで。もう何も言うことがなかったんですよね。なんかそう、当日ね、ドラマシーンと、まあ、あの僕たちのバンドシーンはまた別日で撮ったんですけども、あれは10月だったかな、10月ですね、10月に撮って、で11月頭にドラマシーンを撮ったんですけど、11月の頭ね、そうで、ドラマシーンの撮影の時に、でこのさやべびちゃんはですね、結構 TikTok でね、すごい有名みたいで、そう、健介がずっと好きやったみたいなんですよ。はい、で、あの、まあお話を持ちかけさせていただきまして、はい、快くお返事をいただいたんですけども、で、あの、そのね、2人、まあ、入ってきていただいて、で、さあやりますよというところなんですけど、すごくね、2人とも気さくな方でね、すごくもう現場としてはすごくやりやすい雰囲気な、ずっともうすごいいい雰囲気が流れてましてね。ただね、撮影が始まるとね、あの2人やっぱりね、プロですね。ね、本当にスイッチの入り方が全然違う、もう全然違うなって思いながらね、おいいみたいな。で、僕のこだわりポイントが何個かあるんですよね、このミュージックビデオには。これはもう皆さんには伝わってるとは思います。はい、絶対に入れ込んでほしいドラマシーンがありますとね、さ、あの撮影ね、監督とカメラマンしていただいている、木野浦くん、今回アライブも撮ってもらってて、今回のスティールも撮ってもらったんですけど もう僕のこだわりがもうありまして、ドラマシーンで絶対こことここは入れ込みたいし、絶対にこうやって映像として残したいところがありますと、このスティールには、まあ、あの結構忠実にね、歌詞に忠実に今回映像を入れ込ませていただいてるんですけども、1番の、後ろ姿に言いかけた言葉を詰まらせて、ゆっくりと扉が閉まる音が終わりを告げて、君との時間を止めるっていう歌詞があるんですけども、これね、そう、ここしっかり歌詞と忠実にリンクさせたいんですよ、映像とっていうところで、まあ僕がね、映像でここはこうしてほしいですっていうね、演技指導をずっとしてる、もしかしたら多分ね、メイキングがそろそろ多分出ると思うんですけども、メイキングが上がるまでちょっとお待ちいただきたいんですが、そのね、僕がね、すごい演技指導してるところがもしかしたら入ってるかもしれないんですが、そこをね、すごくこだわって演技指導させていただいたんですけども、もうね、なんかね、はるかにやっぱすごいな、なんかこういう仕事してる人って、俳優してる人ってすげえなって思ったのは、もうなんていうんだろうな、もうほぼほぼ何も言わなくていいわけよ。すごいよねこれ、もう何も言わなくていいのよ。びっくりするぐらいあれなの、もう一個言ったら10返ってくるみたいな、すげえすげえな、もう何も言わなくていいじゃんみたいな、あ、それ最高、大正解みたいないや、これすげえいいっすわみたいな。でもその中でもやっぱり僕の中でね、やっぱもうちょっとで、ね、ここをこうしてもらいますみたいな、こここうでこうで、今めっちゃ良かったんですけど、ここもうちょっとこうしてもらってもいいですかみたいな、それもちゃんと答えてくれるんですよね。もうすごすぎて、うわめっちゃいいなと思って、なんかもうこうスムーズにいったことがあんまりなかったんですよ、こうミュージックビデオの撮影って。まあ今回は別にね、ちゃんとあれタイトやったっすよ、タイトやったっすけど、なんかこう俳優さんを使ったりしてね、でこれでなんかこうスムーズにいったことがねなくて、いやだから初めてでね、よかったんですけど。ほんでね、岡山くんの、泣きのポイントがあるんですけど、僕絶対にそうで、あの2番のね、何やったっけ、2番どんな歌詞やったっけ、あらら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 
あれは僕のためと、それは優しさじゃないことなんて気づかない、君との日々を思い出にできないまま君に会いたいと、ここね、送りかけたラインをそっと閉じるよ、ここね、僕もここも絶対にやりたいんですけどと思ったんですけど、あれ岡山くん誰と LINE してると思いますね、会いたいとかね、ね、あれ僕と LINE してんすよはいはい、僕がしっかりねさせていただいたんですけどね、ちょっと名前とかも注目してもらいたいんですが、はい、まあ、あれなんですけど、まああのね、あのシーンもすごかったんですよ。もう岡山くんに最後ね、まあ、さゆびちゃん撮り終わりました、さゆびちゃん撮り終わったんですけど、でその後岡山くんで、岡山くんラスト、じゃあこれだけ撮りますねっていう岡山くんの泣きのシーンがあったんですけど、岡山くんの泣きのシーンが最高すぎて、いやもう言うことないぜ岡山くん最高だなーって何回 もうみんなで言ってたんですけど、はい、もうエンディング来ちゃいましたね、来ちゃいましたけども、ちょっと喋りますよ、あれなんですけど、いや岡山くんのシーン泣きがすごすぎてね、もうみんなでめちゃめちゃ感動したんですよ。すげえな、やっぱ俳優すげえとか言いながら、あね、それがもうしっかりと映像に残ってですね、めちゃめちゃいいものになってます、ね、もう一回それをね、はい、しっかり見返してほしいなっていうところと、ね、僕ごめんなさいなんかずっといてるんですよ今日、あれなんだけど、そうだからね、まあ、ポイントとしては僕のね、ほんとポイントをしっかり抑えれてて、なんかもうこだわりをしっかり詰めたね、僕もなんかもうすごいいいものがねできてよかったら、もうすごい語彙力最悪なんですけど今の、いいものができてよかったなって思ってます、本当に、はい、ちゅうことなんで、まあだからね、岡山くんが LINE をしてるのは僕っていうのとね、でひたすらに僕たちはあの裏でね、映像の裏では僕たち照明をしてるっていうところとはい、その他諸々なんかねありましたっけ、いうことありましたっけ、まあでも照明してる、あれ僕岡山くんと内緒の僕、で何だったっけ忘れたけど、これね、この2つのポイント、これね、しっかりと頭に入れた上でもう一回聞き直してほしいなって思います、はい、いやでもこのスティルっていう曲は本当にね、もう切ない、本当になんていうかね、どっちかというと、まあ、恋愛の曲、ラブソングっていうのは男の子という女の子のね失恋がメインだと思うんですけど、今回は、まあ、男の子の失恋ですごくめめしい、すっげーめめしい男の歌詞になっておりますね、本当にもうなんて言いますかね、まあずっと一緒におると思ってたのにもかかわらず別れの日は突然やってくるとかね、結構あるんですよ、ああこいつとやったらずっと一緒におるんだろうな、隣にいてるんだろうなと思ってた人も何かがのきっかけでね、何かのね状況の変化とかで全てが変わってしまってお別れする時が来るというか、お別れをした方がいいんだろうなっていう時が来たりするものなんですよ。そんな時この離れがたいこの気持ちをどうするのかな、もう嫌だ離れたくない、でも離れなきゃいけないの、この葛藤を描いた曲になってますんで、はい、本当に男のめめしい部分をしっかりと僕が書かせていただきましたんで、僕がね基本的にめめしいんでね、はいめちゃめちゃめめしいんで、はい、まあ、それも込みでね聴いていただければと思います、はい、ということで
昨日ねスティールをしっかりと公開できたんで、皆さんにはちょっとしっかり見ていただいててましてね、もっともっと見ていただきたいんで、もっと拡散していただけたらななんて思っております。はい、まあ、皆さんの力がどうとかいうのはねあんまりあれなんですけども、力を借りないといけないんでございます、申し訳ないですけどね、皆さんの力がどうしても必要になってきます、本当に申し訳ないけど、まあでもね、みんな本当にあの上げた瞬間すごい、みんななんていうかな、もうすごくいろいろ反応いただいたんですごく嬉しかったです。はい、でまたね、もうなんか次もまた発表、いい発表が続々と続けれるようにしたいなと思いますんで、期待しててください。はい、ということで本日もクラデンティフータのボイレクが終わりに差し掛かっていきます。はい、YouTube の再生回数もちょっと増やしたいんでね、皆さんどんどん見てください。僕も1日2回は見ようかなと思ってます。1日1回はなんか増えるんでしょ、 YouTube の再生回数って。前までね1デバイス1月1とかいう話だったんですけど、違うみたいですね。あるみたいですね。まあだから1日1回絶対に皆様見ること聞くことを許します。はい、であの今回まだ配信がないんでね、はい、まだ配信をしてないので、ミュージックビデオでしかあのスティールは聴けないという状況ですので、はい、皆さんミュージックビデオで存分に聴いて配信を待てというところでございます。ということでございまして、クラウドエンティ今後の活動スケジュールですけども、ストリートはございますが、ストリートですね、まあ多分明日に発表しますが、ストリートはおそらく10日に東京でやると思います。で11日に This Very Day の、下北沢、3階堂のサーキットイベントを、Nice Ready First制作でございます。モザイク8時半鳥、でございますんで、東京ぜひ来てください。で大阪の方も結構来てくれるみたいなんで、絶対お気をつけて来てくださいね、本当に。わ、そうや、もう次ボイレブ土曜日撮れるかな、めっつー、まあ、チケットの取り置きは、まあ、DM なりなり、なんなりしていただければなと思います。いやー、ありがとうございました。ということで皆様しっかりとスティールを1日1回聞くように、そして友達に教えるようによろしく頼みますね。さあ今週も聞いてくれてありがとうございました。また来週11日の東京で会いましょう。ありがとう、クラデンティフータでした。